1891年のノルウェー語外典付き旧約聖書ノルウェー語訳聖書では、キリスト教聖書のノルウェー語への翻訳を扱う。ノルウェー語はノルウェーで使われてきて、インドヨーロッパ語族のドイツ語、オランダ語、英語などを含むゲルマン語派のノルド諸語東ノルド語に属する。ノルウェー語はデンマーク語に近く、近世まではデンマーク語の様々な文献を使っていたが、19世紀前半にノルウェー語としての自覚が高まった際に、東部の首都オスロを中心としてデンマーク語に近いブークモールと西部、北部のノルウェー語の伝統を生かした2位の地区が生まれた。現在は両語で翻訳が行われている。また、ノルウェーではサミ語訳聖書も配布されている。ノルウェーでは言語がデンマーク語に近く、デンマーク・ノルウェー同君連合もあったので、19世紀以前はデンマーク語訳聖書を使っていた。この時期の1816年には、ノルウェー聖書協会も設立され、英国外国聖書協会のノルウェー支部と拮抗して、デンマーク語聖書を配布していた。1891年旧約聖書のエレミヤ書の冒頭、1878年聖書のカバーの詳細。19世紀前半にノルウェー語としての自覚が高まった際に、東部の首都オスロを中心としてデンマーク語に近いブークモールと西部、北部中心のノルウェー語の元々の伝統を生かした2位の地区が生まれた。ノルウェー語聖書の最初は1873年に行われた外典の死刑印刷であった。外典はルター聖書以来無視されてきたものである。1891年には旧約聖書が正式に外典付きでは発行されている。1904年、新約聖書をブークモールで出版して、ギリシャ語原典から初めての直接翻訳であった。翻訳は逐語訳、形式等化によるものであった。これは1930年に改訂版が出た。1997年、ビボロン・グッドス ORD が発行されて、これは英語聖書、新ジェームズ王訳に相当する。2005年、新約聖書、ニューリビングバイブルが発行された。これはパラフレーズ方式によるわけである。1889年、初めての2位の祝新約聖書がDet Norske Samlaget出版社により発行された。翌1899年には改訂版をノルウェー聖書協会が発行した。これに続いて1891年には旧約聖書がヘブライ語原典から直接翻訳されたもので、50年の年月がかかった。1921年、聖書全書が学生連合により出版された。翻訳は1880年から続けられたもの。これは1938年に聖書協会で改訂している。20世紀後半になって、ノルウェーの聖書は聖書協会を中心になるべく両語版を同時に発行するようになってきた。1959年ブークモールで、1961年2位の地区で青年用聖書が発行された。1975年グッドニューズバイブルがブークモールと2位の地区で発行された。1978年には動的等化法による翻訳が両言語同時に発行された。これは1985年に小改訂が行われて、これまでで一番使われている聖書である。2011年10月、最新版の旧約、新約全書がブークモールと2位の地区で発行された。新約は書籍版でも電子版でも発行した。ノルウェーにおける聖書としては、サーミ人のサーミ語の各種方言の聖書も聖書協会から出版されている。ありがとうございます。